今日はね本の紹介ということで「アイヌ探訪」これで3年ぐらい前に発売したんですけどもあんまし売れてないんですよねでまあ売れないのはアイヌというものに対する関心がそもそもないでみんなアイヌってよくわからないで僕もそうだったんですだから2014年に1週間ぐらい北海道に行ってですね アイヌにまつわる場所をひたすら訪れていろいろ聞いてきたんですよねそれをまとめたのはこのアイヌ田んですでアイヌって言うとねアイヌ民族はもういないとかですねあと利権の温床になってるとかいろいろ不穏な話を聞くんですけどまあそれはだいぶ合ってるところもあるんです、えー、これ、ね、アイヌジ 対調査対象地区、アイヌ版知名相関みたいなものあるんですけどね。ただここに行ったらね、そのアイヌの村があるのかっていうとそんなことは全然なくて、実際まあ、何カ所か行ってみたんですけども、地元の人に聞いてみるとね、そもそもアイヌっていうのはその町とかね、大きな村を作らなかったっていうんですよね。基本的に家族単位で生活しているので。 せいぜいぜ十何件とかそのぐらいの小さな村がポツポツあったっていうだけなんで今はもう散らばっちゃってるので、えー、誰がアイヌなんてそうそうわかるもんじゃないっていうでもねアイヌっぽい名字ってあるんで、えー、あとねアイヌっていうとやっぱ毛深いっていうイメージがあるんですよ実際毛深い人多いんですよ、うん、アイヌの方にもあったんですよ毛深い人いましたねただ全員がそういうわけじゃないですで まあ先ほど言ったアイヌ民族はもういないとかねそういう話なんですけども実はこれ結構根深い問題で河野元道さんっていうね先生に実は会ったんですよところが会ってからねもう1年ぐらいぐらいでもう亡くなっちゃったんですよ相当高齢な人で河野元道さんっていう人は 北海道大学のね、まあ、学者で、で、アイヌ教会なんかとも協力してアイヌの歴史を、それこそ親子2代で研究してた人なんですけども、途中でもアイヌ教会から追い出されてしまうんですね、対立して。で、その理由っていうのが、アイヌ民族というものを否定するようなことを言ったからなんですね。で、そのことについてね、河野さんに聞いてみたんですけども、 結局、それは別に自分の独自の考えっていうわけじゃなくて、まあ、世界的な、その人類学の考え方として、人種という考え方がそもそもおかしいんだと。その人間を、まあ、この人種、この人種って分けるような考え方がね。で、アイヌに関して言えば、そのアイヌという人種がいたかっていうと、それは違うだろうということ。例えば、この毛深いっていう特徴にしても、えー、日本だと、 北に行くほどこ毛深いいいい人がが多いっていう傾向があるらしいんですよただまあそれだけの話でアイヌが全員毛深いっていうわけでもないし当然本州の側にもね、えー、毛深い人っているわけですよまあ僕なんかそうですよねだから、うん、それだからここでここから先がアイヌだっていうふうにピシッと分けることができない。ただアイヌの文化って ということに関しては、別に河野さんはそれ認めてるんですよ。例えばあのぐるぐる模様ありますね。アイヌ文様、あれ、元々何かね。本当は格子模様みたいなものだったらしいんですよ。それがだんだんあ,あぐるぐる模様に変化していくんですよね。で、そういう風うにしてえー。アイヌ文様ができてた。た っっってててていいうううをを自自分が証明しししたた言そこと慢まけどねだから河野さん自体は別にアイヌ文化っていうものを否定してないんですよ、うん、むしろそういうものがあるっていうふうにおっしゃってるんですよ。でね他にもいろんな人からこれアイヌの文化について聞いてみるんですけども例えばアイヌ語に関してなんですけども実は北海道全域でこのアイヌ語っていうものがあったか っていうういううううとそそものでではないそうなんですよあのさっき言ったみたいにねアイヌっていうのは町を作らなかったんで、えー、何百人とか何千人単位でそういう言語圏っていうものができなかったんですよねだから北海道でも、えー、端っこから端っこまで行っちゃうとアイヌ語でも全然言葉が違ってしまうわけです。だから今アイヌ語ってて言われて 本になってたり辞書に載ってたりするものっていうのはもういろんな地域の言葉をかき集めたも,ものであってそういうものは北海道全域で通じてたかっていうとそれはないだろうと。でなおかつアイヌっていうのはね文字を持ってなかったんでねだから明治政府がアイヌの文化を奪った言葉を奪ったとか言うけどそ,それはないよと。もともとアイヌ語っていうのが、まあ、近代化してもねずっとこう通用していくような性質のものではなかったそうなんですよね。 であこれもねアイヌというアイヌをその和人というか明治政府が支配して、ね、まあ虐げてたと文化を奪ったと土地を奪ったっていうふうに言われてるんですけどこれも公平な見方ではないと。そそもそも 江戸時代っていうのは地方文献なんでね地方文献というかもう諸侯が治めてたわけです日本各地をそれぞれが独立した国みたいなものだったんですねそれを徳川がまとめてたっていう事情があってそれを明治時代に中央集権化してですね各藩の持ってた権力を全部天皇のもとに集めたわけですだから私はまあ鳥取県出身なんで鳥取藩で池田の殿様が治めてたんだけどももうその 池田藩っていうのはもう跡形もないわけですよ。言ってみればまあもうその権力が奪われたんです。自治というものが奪われたわけですね。だからそれは日本全国に言えることであって別に北海道っていうものを特別視するっていうのはちょっとおかしいんじゃないかと。それで、えー、旧土人保護法っていう法律があったんですけども。 これについてもね、土人っていう言葉が入ってるから、なんか差別的な法律のように、えー、見られてしまうんですけども、えー、北海道というものをね、開発していく過程で、えー、昔から北海道に住んでた人の権利がなるべく侵害されないようにっていうことで作られたのが旧土人保護法であって、実はね、えー、むしろアイヌを保護する法律なんですよ。あ旧土人 っていう言葉な,がなんですよドジンっていうのは別にアイヌだけを指すわけじゃなくて実はもうアイヌ以外にもいろんな人たちが北海道に昔から住んでいたので、まあ、そういう人たちの既得権益というものをなるべく壊さないようにということで、えー、作られた法律なんで実際は、うん、昔から北海道に住んでいる人にはこ,うこれだけの土地をちゃんと確保したりとか住宅を確保したりとか生活用品を支給したりという、まあ、そういう法律なんでむしろ、えー、アイヌというものを、ね、保護するための法律なんですね。 だから、えー、平成になるまでね、旧都人保護法残ってたんですけども、これは別に差別のために残したわけじゃなくて、愛の側からも残してほしいって言われてたんですよ。それがなくなってしまうとね、完全に愛のを保護する政策がどんどんなくなってしまうんで、それで一応残してほしいって言われたものなんで、別に差別の、差別するための法律じゃないですよ、あれは。だから、公平な見方をしないといけないのは、 明治の初期っていうのはまあもう外国からで侵略する恐れがあるんでね西洋諸国からだから急いで中央集権化して国を守らないといけなくて北海道なんかも絶対ロシアにね征服されてたわけですからねほっといたらだから北海道も早く入植者入れて開発しないといけないっていう事情があってまあその過程で無秩序にやっちゃうとそれこそアイヌの人たちのえー もう権利っていうのはもう見る限りもなくなってしまうわけでそこで一応そういう人たちの生存権を守るために旧都人保護法が作られたっていう、えー、そういう事情があるわけですで、アイヌに対するね差別とか知りたげるようなものがあったかどうかっていうのはそれはまあ、あったというふうには言われてますというのもやっぱり見た目が相当特徴的なんですあの女の人のなんか唇に入れ墨を入れてね、えー、口紅についてるみたいな状態になってたんですけども 実際昭和の半ばぐらいまでにはまあ,まあそういう人がちらほら残っててやっぱこの人アイヌだっていうのはよく分かってまあやっぱりまあ毛深い人が多いっていうのもあってやっぱ違うっていうふうに見られたたんでそうするとやっぱりどうしても差別的なことがあったっていうのはそれは間違いないそうなんです。ただ積極的にね土地を奪ったり言葉を奪ったりとかそういうことをしてたかっていうとそういうことではないそうなんですね。 だから別にあのアイヌ語をねしゃべるなっていう風に積極的に言ったわけでもなくてそもそもアイヌ語っていうのはね文字がないし、えー、北海道でも地域によって違うんで何か違うその定着するようなものではなかったんですよね。えー、津軽弁とかね沖縄弁だって一応何千人単位で話す人がいるんでそういうものは残るんだけどもアイヌ語に関してはそれこそバラバラなんで何千人単位で通じるようなそういうコミュニティというものが残らなかったんですよね。 それでまあここで童話というものが関わってくるんですけども童話事業が始まった頃に実はアイヌに対しても同じような事業をやろうかっていう話が出たんですけども今のアイヌ教会当時の北海道うたり教会が実はそれは拒否したんですね。話とアイヌっていうのは全然また別問題だから 同列に扱ってほしくないいととうことでただいざ童話事業が始まるとやっぱり童話地区に税金がいっぱい投入されて、えー、どんどん恩恵を受けていくわけですよ。でそうするとあやっぱやればよかったなっていう人が出てくるわけですしあと北海道の 同和のお側からもね、解放同盟の被差別統一戦線という、なんかそういう被差別者で連帯しようっていう、まあちょっとおかしな考え方があって、そういうのは北海道の愛の協会なんかにアプローチしてきて、そこでいろいろおかしなことが起こっていくわけです。だから、北海道の今起こってる問題っていうものに相当同和が関わってるっていうのは、これは間違いないんです。むしろ同和事業始まったあたりから相当おかしなことになり始めたと。 まあ、そういうことも含めて、えー、この本は解説してますので、えー、ぜひ読んでい,ていただければいいかと思います。また、あの、自元者はね、差別本を出してるとかいうふうに言われるかもしれないけど、別にそういう本じゃないですからね、結構そのあたりは公平に書いたつもりなので、えー、ぜひ読んでいただければと思います。ということで今日は本の紹介でした。